皆さんこんにちは、こんばんは、タオです。今回はおにぎりの具材が指輪になったっていうガチャと、あと実際にある缶詰をそのまま小さくしてリングになったっていうガチャをやってきましたので紹介したいと思います。まずはおにぎりの方から紹介したいと思います。いつもの丸いカプセルではなくて、おにぎりの形をしていて、おにぎりをラップで包んだような感じになっています。あれ？こっちはちゃんと切れ目が入っているんですけど、こっちはここがちょっと切れていないみたいなんで、ちょっと切れ目を入れて開けたいと思います。キタンクラブから発売されているガチャガチャ、おにぎリングです。おにぎり型ケースの中に具材の指輪が入っています。それではラインナップを見ていきたいと思います。1回300円のガチャで全部で5種類となっております。裏はこんな感じです。いくらか梅を狙って3回回してきましたので、それでは当たったものを紹介していきたいと思います。さっき開けたカプセルの中に入っていたのは、せーの、ほっ、こっちか。当たったのは明太子です。いやー、まさかおにぎりのおかずが指輪になるとは。可愛いだけじゃなくて発想が面白いガチャだと思います。このおにぎりのケースもすごく可愛くて、中の指輪がおにぎりの中の具材みたいで、よく考えて作られているなぁと思います。それでは2つ目、せーの、お、お、当たったのは昆布です。昆布もなかなか渋くていい感じだと思います。最後の3つ目、せーの、ほ、最後に当たったのは焼き鮭です。焼き鮭はこんな感じです。鮭が結構リアルに作られています。リングはここが割れているので、サイズを広げることができます。リングが抜けなくなるという事故を防ぐこともできますので、子供から大人まで幅広くこの指輪を身につけることができます。指にはめてみるとこんな感じです。この指輪はケースも中の指輪もすごく可愛いので、こういうのが好きそうな人にお土産とかプレゼントとしてあげると喜んでもらえるんじゃないかなと思います。次は缶詰リングのガチャを紹介したいと思います。生き物から発売されているガチャガチャ、アートユニブテクニカラー缶詰リングコレクションです。実際にある缶詰をそのまま小さくしてリングになっています。それではラインナップを見ていきたいと思います。1回300円のガチャで全部で6種類となっております。これを切り取ってリングに貼り付けると、缶詰のミニチュアを作ることができます。裏はこんな感じです。このガチャは3回回してきましたので、それでは当たったものを紹介していきたいと思います。さっき開けたカプセルの中に入っていたのは鮭の缶詰です。袋から出してみるとこんな感じです。
リングにはボールチェーンがついています。サイズは小さいんですけど、印字も読むことができますし、すごくリアルに再現されています。これはダブってしまって2つ当たりました。最後はたのはサバの水煮です。サバの水煮はこんな感じです。サバの水煮もすごくリアルに再現されています。リングをはめてみるとこんな感じです。ダブったリングがあるので、この紙の蓋を切り取ってミニチュアの缶詰を作ってみたいと思います。こんな感じです。リングの中に何か詰め物をして、その詰め物の上に両面テープを貼って、その上に蓋を貼り付けるとやりやすいと思います。缶詰がすごくリアルな造形ですので、蓋が紙でももうちょっと丁寧に貼り付ければそれっぽく見えて、ミニチュアとしてでも十分使えると思います。おにぎりリングと缶詰リングの紹介はこれで終わりです。指輪として使うんだったらおにぎりリングの方がサイズを調整できるので使いやすいと思います。缶詰リングの方はサイズの調整はできないんですけど、でも缶詰リングはすごくリアルに作られていますので、飾ったりミニチュアとして使っても可愛くていいんじゃないかなと思います。どちらもすごく可愛いので、もしよかったら皆さんもやってみてください。缶詰リングは今月ぐらいに再販されるみたいで、おにぎりリングの方も今年の12月頃に再販される予定らしいので、もし今探して見つからなかったとしても再販された時にまた探してみてください。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。